はい、チョントリーの、今回は、美味しいワイン、酸化防止剤無添加の美味しいワインです。またワインですけどもね。こちらは、これも値段400円ぐらいだった。400円ぐらいかな。ぶどう本来の味わいがギュッと詰まった赤ワインです。香り豊か、爽やか。飲みやすい美味しさです。酸化防止剤を一切使わずに、ブドウの果実と香りを、と味わいを大切にしながら作りました。いつもの食事にほっとくつろぐ、ひとときに気軽にお楽しみいただけるワインです。これ甘口度が、やや甘口。あ、結構甘口ですね。味わいがミディアムボディ。おすすめの飲み方が軽く冷やして。アルコール度数 11%。容量が 720ml。こちらちゃんと、瓶です。酸化防止剤無添加の美味しいワインの濃い赤ですね。濃い赤。濃い赤ね。それでは飲んでいきたいと。これあれだな。あ、やっぱ書いてない。あ、と思ったら書いてあった。開栓後には必ず冷蔵保存しだって。あれおかしいな。会社によってやっぱりあれが違う。会社によってやった方がいいですよとか、あれが違う。でもワインって基本的に常温保存できるはずなんだけど。おかしい。だってワインってそもそも保存されてたやつだろ。常温保存されたやつというか、まあ、冷暗所で保存とか、されてたやつだろ。問題ないはず。さあ、乾杯。あ、これは、酸味が、さっき飲んだ、前回のあれに比べると、全然酸味が、強そうだけど、非常にフルーティーな香りがする。ん？ん？甘い！これ甘口度超甘いわ、これ。もうやや甘口とかレベルじゃないぞ。もう甘い。もう砂糖が入ってる。と言っていいほどレベル。本当に、甘くね？甘さで言うとね、チューハイ、そうだな。一般的なチューハイ、よか若干甘くないかなーぐらいの甘さです。かなり甘い。うん。ワインにしてはかなり甘い。俺ちなみにそこにありますけど。どこだっけ？これ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 。赤玉スイートワイン。これ未だに残ってんだけど。未だにっていうか。改善後なるべく冷蔵保存しだって。アルコール度数14度。だってこれ、赤玉スイートワイン、これあれの、これ同じワインですけど、これ分類がワインじゃないんですよ、実は。甘味果実酒ってなってるんですよ。ワインは普通果実酒なんですけど、甘味果実酒っていうの、これ。甘味かな？甘味果実酒っていう、まあ、分類なんですね。同じサントリーですけど。これはもう完全に砂糖加わってるやつなんですけど。もう、非常に甘いですね。これはむっちゃくちゃ甘いです、もう。とにかく。むっちゃくちゃっていうほど、まあ、むっちゃくちゃでもないけど、まあ、砂糖の2分の1ぐらいの甘さがあるね。で、これは砂糖の3分の1ぐらいの甘さがある。うん。うん。まあ、でもこれは飲みやすくて、結構あれだわ。さっぱりしてるわ。コクもあんまりないし、ススーッと飲める。ああ。
あ、これ美味しいわ。これあれだわ。ただ、食事と合わせるっつうと、ちょっと甘すぎるかもな。ほとんどジュースだぞ、これ。あの、ぶどうジュースの、そうだな、ぶどうジュースのね、よく甘くはないけど、ぶどうジュースの3分の2ぐらいの甘さがあるね。よってかなり甘いです、これは。うん。赤玉スイートワインか。でもこれは、ね、かなり人気。うん。らしいですよ。もうだってさ、蓋開けるときさ、なんか、回すときなんか若干ベトベトしてるもん。もう、糖が固まって、あれだもん。これめっちゃ甘いですよ。やっぱこれ、蓋開けるときなんか若干ベタつくの。感覚でわかる。ベタベタする。うん。あのね、ほとんど砂糖。これ。ほぼ砂糖です。うん。めっちゃ甘い。あの、ファンタグレープレベルです。本気で。下手したらファンタグレープが甘いんじゃないかって言うぐらい甘い。うん。これ甘すぎるって。さすがに。これはもう、マジで飲むとしたらロックで飲むしかないな。冷やしてロックで飲むか。もしくは他のワインと混ぜて飲むかな。あの、さっき飲んだ。これ辛口のワインと混ぜて飲むか。割りかしマシになるんだよ。マシっていう言い方もあれだけど。うん。うん。うん。だ結構癖が強いね、こっちはね。ただこの、これ美味しいですよ。確かに。うん。酸化防止剤無添加の美味しいワイン、これ美味しいわ。俺これなんでこれ買ったかわかんないけど。とにかく、美味しいけど、コクはないね。ああ。うん。なんか濃い赤とか書いてあったから、もっとコクあるもんかなと思ったけど、全然コクない。うん。そういや以前、テレビで見たんですけど、ものすごくね、あの、100歳超えてるのに、見た目80歳ぐらいの人がいてね、びっくりしたんですけど、その人はあのワインをね、一日にね、だいたいこれぐらい飲むらしい。これぐらい。一日にこれぐらい、夕食だったかの時に、こんぐらい飲むんですよ。こんぐらいね。こんぐらいかな。こんぐらい、なみなみ飲むんですよね。ブワーって。で、結局ポリフェノールの、あれでね。ほら、最近結構ポリフェノールがどうたら、こうたらとかって言って、いうワインが結構増えてきたと思うんですけど。まあね。そのせいだと思います。サントリーの、通りのワインで。ワイン。
いや、でも結構美味しいぞ、この無添加ワイン。案外、やるわって。ただちょっと甘いかな。やや甘口っていうか、もう、で、もうだ、ばっちし甘い。もうばっきり甘いよ、これは。酸化防止剤、無添加ワイン市場、販売容量ナンバーワンだって。100万ケース突破だって。ああ。なるほど。やっぱこの酸化防止剤無添加のシリーズはなかなか売れてるみたいですね。パック、紙パックのね、1.8 リットルのやつとかもありますし。あ、濃い赤が甘口だったんだ、これ。で、普通の赤が辛口だったみたいです。やや辛口。やや辛口みたいですね。なんだよ。濃い赤が、やや甘口か。なんだよ。あ、じゃあ、普通の赤買った方が良かったな。こんなに甘いと思わなかった。だいたい。やや甘口って言うけど、もうガチ甘口だぞ、これ。言うて。よくわかんないんだ。俺はあれだった。かなりの、舌がちょっと、あれなんだった。こういった酒に関してはかなり、超えてるんだった。あんまり甘いのは、本当にあるからな。だって、辛口の日本酒飲んで甘いって感じるぐらいだもんな。参ったな。しくったな。ちなみに白ワインもあるし、ロゼワインもあるみたいですね。ロゼが中間。ほのかな甘口。になってます。で、この濃い赤がやや甘口。それがや、甘口の部類が一段階多い。で、白が真ん中。で、赤がやや辛口ってなってますね。あー、カマンベールチーズと一緒に、いや、これは、やっぱりチーズといえば、あれですよ。ブルーチーズですよ。ブルーチーズ。ね。だいたいワインってさ、まあ俺が間違ってるかわからんけど、日本酒で言うとね、もうめっちゃ甘口ってなってて、まあ、やっぱいいや。ちょっと待った。日本酒で言うと辛口っていうのはね、基本的に、辛くはないんですよ。甘くないだけで。っていう感じ。甘口は確かに甘いんです。酒で言うと。酒は、基本。酒はね、辛口っていうほど辛くないんですよ、実は。辛口って言って辛いっていうのはなかなかない。ただワインに関して辛口っていうとね、かなりどぎついですね。日本酒のどぎつさの3倍ぐらいどぎつい。ワインが。
辛口の部類がね、日本酒のね、3倍ぐらいどぎついですね。基本。ワインは。渋い酸味もあるし、渋いし酸っぱいし、なんか苦いし、なんか、その三連単がボキャーンってくる感じ。もう言っててよくわかんないけどね。あー、めっちゃチーズ食いたくなってきたな。ブルーチーズだな、やっぱな。最強はブルーチーズ。間違いない。で、時点で俺のチーズ好きですけど、1位はやっぱブルーチーズ。2位がカマンベール。ですね。もうあと3位以降はもうどうでもいいわ。うん。あとどれでもいい、どうでもいい。サントリーはいろいろワインも出してます。が。まあ、うん。やっぱ基本的に赤っていうのはやや辛口ですね。みたいです。でね、赤って2種類あるんですね、大体。ワインはね。甘口か辛口かの。2種類あって。大体やっぱそこら辺の部類になるみたいですね。いや、でもこれは美味しいけど、ちょっと甘すぎるかな。ああ。ちょっと甘すぎるかな。ちょっとワインって基本的にやっぱ食事とかと一緒に飲むんで、もしくは何か、チーズとかとね、一緒に食べたり、てか飲んだりするんで、ちょっとあれかな？甘さが強すぎるかな？中ハイレベルの甘さがあります、これは。うん。香りもまあ、香りもまあ、うん、こっちよかはあるな、香りな。多分、ちょっと待て。こっちよかある気がするんだよな。やっぱ甘いワインはね、ちょっとあんまりよろしくない。何か食事と合わせるのに関しては、やっぱりまずい。うん。うん。香りは、わりかしある。これおすすめしません。普通。多分、普通の赤だったら俺、うまいと思うな。うん。いやでもこれはこれでまあ、そのままストレート飲む分にはうまいんだろうな。4443です。うん。ご視聴サンキュー。